はい、どうも山下にこです。おはようございます。こんにちは。違う、おはようございます。新メンバーのひなでございます。こんにちは。ともにこの森というですね、清里に来ております。清里のミルクプラントさんからソフトクリームの新作が出るってことで、これからね、清里シーズンになるので、ぜひ皆さん来てください。最後、はい。というわけで本日も元気に行ってまいりましょう。レッツゴー。いいじゃん、やるじゃん、ちゃ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 ん。また見ぬ山梨の宝探しに行くんじゃん。ソフトクリームの新しいトッピングを今日から。今日からですか。誰もお客さん来てないので。本当に1番目ってこと？1番目。めっちゃラッキーじゃん。はい、ガチで。あ、マジですか、はい、それはタイミング良かったですね。まあ、むちゃくちゃタイミング良かったですね。ちょっと美味しいって言っていただけるかどうかで今後のね、メールが決まるみたいな。あ、僕たち報酬もらってないんで、結構普通にガチで素で言いますけど大丈夫ですか？大丈夫です。そんなことないんで。はい、ダメだったら流さないでいただければ。わかりました。新しくなったのが、ストロベリーソフト。いちごソースが山梨県産のいちご 100% で作ってるものになっておりまして、これが新メニューですね。一つ目、七軒さんってご存知ですか？七軒してます。山梨県が誇る日本酒の名産のお店じゃないですか？そうですね。米麹と米粉で発酵させた甘味料なんですけど、お子様でも食べれる？あ、全く問題ないです。どちらかというとこうちょっと大人向けな、牛乳で全部もう全てのチーズからソフトクリームから作っておりますので、皆さんぜひ。ありがとうございます、はい、ミルクプラントさんの牛乳を、はい、いただきます。いただきます。マジ美味しそう。美味しい。すげー、すごい濃厚。めっちゃ濃厚です。牛乳臭さがなくって、甘さ入ってないはずなのに、なんかちょっと蜂蜜みたいな、ほんわか甘い感じがします。お上品といえばお上ですそうですね、そうですねお上品といえば私なんですけどまあ私に似てお上品に牛乳感じました。これが麹糖ソフトですね。七軒さん、これはいちごソフトですね。コーヒーフロット、アイスコーヒーですね。コクテールドさん、何も間違いない。いただきます。やばい、マジ美味しい。どうしよう、あと10秒後ぐらいに全部なくなってます本当に美味しい。この美味しさの麹のソフトクリーム食べたのは私が初めてだと思うくらい本当に美味しいです。いちごソフト。ドラえもん風に言って。いちごソフトなんかもういちごの香りがしてくるぐらいの、あ、なるほど。ソースがメインだと思ってたんですけど、相性がいいみたいな、うまく組み合わさってるとかじゃなくて、もうドンドンみたいな感じでめっちゃ美味しいです。いくらでもいけそうです。うまっ。じゃあコーヒーと一緒にいただきます。うまいっすね。インタビューさせてもらいます。京里のなんで、牛乳とか牛さんが有名なのかな。正直に申し上げると、私も去年移住してきたので勉強中なんですけど、うちの会社酪農さんが立ち上げた会社なんですよ、はい、自分たちで育てた牛から取れる牛乳を、お客様に直接お届けしたい、酪農そのものって言っていいような、生乳を処理できる工場が山梨県の中だと当社だけなんですね、はい、でその毎朝持ってきた牛乳を、すぐ処理、ヨーグルト作ったりチーズに加工したり、新鮮さはとても自信が、蜂蜜の風味がすごいして、蜂蜜の風味牛乳なのに、よくハニーミルクってあるじゃないですか。あります、あります。わざわざ入れて飲むじゃないですか。入れますね。もともと入ってる感じがするんですよ。あ、本当ですか。だから甘さが際立ってすげえ美味しかった。あ、本当ですか。これがこの牛乳の特徴、はい、他にはどこにもない。ありがとうございます。美味しい牛乳飲みきてください。もうその牛乳が美味しければソフトクリームの味も変わるし、全ての味のベースが変わってくるんで、はい、ぜひ皆さん夏休みですね、遊びに来ていただいて、 YouTube 見ましたって言ったらちょっとぐらい、ちょっと多めにくれますよ、ね、あ、それはまあ、私がいればいやいやいや、他のものだとちょっと清里ミルクプラントさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。大豆屋さん、取材 OK もらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。中でマンホール。あ、マンホール、すごい
ここは大豆屋っていうぐらいだから大豆が、そうですね、清里さんの大豆を、ね、すごい地産地消やい素晴らしいですね、はい、そ, ううそっちのコンセプトぴったり、ありがとうございます。ごま豆腐いいですか、うん、やばい、これはすごいすぐ溶けるんですけど、すごい濃厚で大豆感もすごいあって、あの今日多分1パック買っていきます私2パックぐらい買っていこうって大好き、絹ごし、いただきます。おいしい、豆乳ソフト、豆乳と、これ清里の大豆で作ったソフトクリームです。あーすげえ、豆乳とソフトクリームがこんなにも仲良く、もっと豆乳によったりとかソフトクリームによったりするけど、すげえ調和してる、トマトとチーズみたいな。え、もうきな粉、すごいきな粉だし、黒蜜ときな粉がすごい相性が良くて、牛乳とはまた違うまろやかな感じがすっごい美味しいです。うめえな。ジャム屋さんに来ました。すごい、ジャム大好きなんですよ、本当に、本当に大好きで、桃だって、好き、桃、すごい、キウイとかある、かわいい、なんか見た目がめっちゃかわいいね。キッチンに飾りたいですね。コーディアル、コーディアル、シロップ、待ってください、これキューブパン、そう、おいしそう、かわいい、見た目めっちゃかわいい、ここみかんあります、え、これオレンジで、あ、スコーン好きって言ってたね、そういえば、はい、めっちゃ好きなんですよ、スコーン本当に好きで、え、おいしそう、清里ジャムのスコーンです。スコーン割ってジャムに乗せてみて、え、そう、絶対美味しい、あとこれでいいですか、ダメ、ニコの方、ニコの方スコーン大好きなひなが、はい、どうしても買ってくれるんで、はい、お願いします。いいですね、山梨の景色、お前もピコピコハンマーできたいな、あ、すごいできた、はい、あ、喋れないんだ。うん、優雅ですね。こんな景色の中で、なんか優雅にティータイム。楽しい。うん、できるだけ喋りたくなくて。名産品のクソフトでございます。ちょっと味を見るだけで。色選べるの、やっぱもう白で、はい、ありがとうございます。中にうんこグッズ売ってるところで、会員うんこって書いてあります。いっぱい宣伝してください。 ありがとうございます。付属ついてるんだけど、ハエです。すごい、そこまで残念な子みたいな、しんどいですわ、しかも人間のやつと犬のやつで、なんて言えばいいんだろうな。なんかやだ。うちのアイドルが。うん。超濃厚。あ、味がちゃんと美味しいですね。何が濃厚なの？超濃厚です。そうですね。安心です、ね。チョコだった。うん、チョコでした。ちゃんと。ウーゴの感的にはチョコじゃない。いや、そう。でも私も美味しい。今回ですね、学生の初めての研修を兼ねての取材でございました。皆さん楽しかったですか？楽しかったです。すごく美味しかったね。頑張ってる、頑張ってます。こんな感じで今年からどん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 学生やってきますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。お願いします。バーす。というわけで今回の山梨県いかがだったでしょうか？次回の山梨県でお会いしましょう。バイバーイ。いいじゃん、やるじゃん、ちゃ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 ん、また